はい、ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。ご視聴ありがとうございます。現ヴィンテージ神の鳥海です。はい、というわけで今回ですね、第12期ヴィンテージ神の鳥海さんをですねゲストにお迎えしてヴィンテージの対戦で困ってやっていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで鳥海さん、今回はヴィンテージということなんですけど、今結構闘争対戦とか、まあ、この前発売したモダンホライズンとかでかなりヴィンテージの環境も変わってるかと思うんですけど、そうですかね。まあ正直闘争対戦で、はい、まあ2種類のプレイとか、はい、まあ、ナーセットとカーンですから、ね、はいはい、この2枚が出たせいでだいぶ環境が大きく変わりまして、でようやくちょうど環境が落ち着いたかなっていうところで、はい、今回モダンホライズンが出たせいで、まあ、生きてるヌルロット、アウフ、埋め込み山のアウフでしたね、はいはいはい、アウフとあと緑基地の活性の力ですね、はい、あれの2枚のせいでまた環境がだいぶあ、ヴィンテージといえばやっぱり強力なアーティファクトが、はい、やっぱ強いっていうか結構有名な環境ですので、やっぱそうアーティファクト目立ってくる2つのカードが出てきちゃったことによって、なんかいろいろそうですねあれのせいでだいぶ今まで MUD が比較的勝ち組な位置にいたんですけど、はいはい、あれのせいで一瞬でなんか叩き落とされたなっていう感じがありますね。あ、結構最近のカードがヴィンテージに結構影響してくるってなかなか珍しいかなっていう感じです。そうですね、今までは新しいセットが出て1枚2枚使われればいいかなっていうのが しばらく続いてたんですけど、今年入ってからはだいぶ環境を動かすレベルの危ないカードが何枚も出てきてるんで、正直困ってます、はい、困ってますか、はい、逆に結構面白い環境になってきたなと思うんですけど、そうですね、まあ、動かない環境よりは、まあ、環境動く方が面白いんですけどただ追いつくのがやっぱり今までちょっとアクセルの踏み方が違うぞみたいな感じですよね。まあ、というわけで対戦始めていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ダイス大きい方でいきます。はい、6、はい、最近ダイスが全く勝てない4なんで、あ、厳しいですね。あ、危ないじゃあ先手、はい、じゃあさすがに先手重要ですんでまずワークショップ、まあ、その形とマナーアーティファクトが揃っているのと、あとそのマナーアーティファクトが出る先のカードも揃ってますので、これが全然効いていきます。では頑張りましょう。なんかもう走れって感じですよね。走れよ。じゃあこれでちょっとやっていきます。はい、では選択しますね。どうしようか、これ上は下で走り抜ける感じで、はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。はい、お、マクスファイ、はい、1マナ使って通電式機、はい、おお何マナ出るんだこのターン。はい、まず2マナで1マナ使って無色が1で、はい、アンタップします。はい、で3マナ、はい、エルザラジンを切って、おで4マナ、あら、はい、ということは、はい、はい、まあ、キーパーのカンボをキャスしてくれ1ターン目から1ターン目カンボです。はい、取ります。はい、マジか、キーが出ていますのでマイナス2から入ります。はい、ツルツル3で、はい、サイドボードを開けします、はい、もしかしてこれ舞妓進出来たらかなりヤバいが、舞妓でもいいんですが、まあこちらはタイムボールを持っていきたいと思います。はい、はい、なるほど、はい、なるほど。ではこちらをハンドに加えまして、こちらは短縮です、はい。うん、いいハンドなんだけどいいハンドなんだけど、この展開に耐えられないのではいやじゃあ、また開きます。はい、で、バザーで、2枚引きますね。はい、
はい、すごく強いのだが、はい、フシューズはフシューズだと、ルートラが出ます、はい、でルートラ、マッドネスで備えます。了解です、はい、大丈夫です。でゴーターン3枚したので、ツランを出します、はい、で2枚はい、ノブルムーブですね、はい、はい、フシューズだが入ってきます。はい、そこ持ってるので、はい、セント入って1体カーンアタックして、はい、シュータープレイヤーにアタックします。はい、では4点いただきます。はい、じゃあ16です。はい、16ですね。で、カーンは落ちます。はい、しまいです。はい、で、カーンをいただいて、アップキープ、まあよく忘れるんですが、はい、マナクリプトのダメージロールがあります。じゃあ、グースダメージよ。じゃあ、グースダメージ。はい。はい、2。はい、じゃあ、これで勝手に死んでいくパターンがあるんで。あ、そっか、まだ。いやー、ちょっと正直カーンを落とされたのが辛いんですよね。んで、とりあえずドロー入ります、ね、その分なんですが、ちょっと危ないカードが残ってしまうんですよね、この場合。で、2マナ、タイムボルトをキャストします。はい、はい、これで、なんとはい、で、はい、とりあえず、まあ先にやってしまいましょう。ズレシキでタイムボルトをアンタップします。はい、そしてはい、このカードはタップすることで、まあターン、追加のターンを入れるという、はい、まあ、よくわからないこと書いてあるんで、アップセガターンっていうことはこれがあると、そうですね、実質無限ターンではあります。はい、はい、ではタップしてターンを得ます。はい、では後ろに持ち、はい、で、アーティファクトにしか使えないサムナーを入れます。はい、グリーンモリスをキャストしてあります。はい、はい、で、サムナー、はい、はい、で、こちらエルドラに使うマナーを使います。はい、リスマッシュをキャストします。おはい、OK です。ただ一応ブッカはいる。そうなんですよね、あぶねえ、こんだけドールムしてもまだわからんとは。うん、攻撃戦略です。はい、まあ、ここはちょっとさすがにダブルブロックですね。はい、はい、では、はい、じゃあお互い、はい、相打ちですね。はい、はい、では、ターン終了でこちらのターンを待って、はい、なんでだろうなぁ。いやアップキープこれですね、早く1回で、はい、グスでダメージです、はい、よし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 やばいよ、はい、あと4回まずいですね、これは。まあ、追加とりあえず、はい、追加版、はい、別ゲーになってきた、完全にこちら、ただ自滅するのを待つかみたいなですね。では、ターンもらいます。はい、クック、なかなかこれでまあ確率的にはテンポです。で、ドローです。別ゲー。これで、あー、これ一応4マナは出るんですが、マナが単でこれを残しましょう。はい。カーンはかんない。こちらのカーンなんですね。はい。エルダの後継カーン。はい。3ターン耐えられるか。お願いします。まあ、とりあえず忘れないうちにターンをいただきます。はい。追加ターン。とりあえずマイナスを。はい。マイナスすると。と、コチクルストークなんですね。はい、でこいつがサイズが、アーティファクト分になるんで、2、3、4、5、自身なんで6です。あ、6か、はい、6のトークンが出ます。さすがに決まってしまったが、じゃあまあね、これがね、おこれして了解です。じゃあ手札公開します。まあ手札公開して、はい、はい、まあ見るだけ見て指定はまあバザーを一応指定はします。はい、じゃあバザーを止めるための指定がバザーですね。はい、で、追加ターンもらっていますので、一応、はい、マナクリフトをどうにかして、そうな、で、ここまでアンタップはここまでかな。はい、はい、で、またクリスダメージ、はい、まずい、4です。はい、でもなんとか残りそうですね、これは3だったらな、はい、まだ希望ありそうな気もするんだけど、はい、4かで、こちらを置きます。はい、お忘れないうちに、まあ、ターンはもらいます。はい、で、こう1枚をして、もう1回出します。はい、これでまあ次のターンを出してしまうのかな。8の、はい、はい、ここは全部、ベルダを使い、アーティファクターを仕切りましょう。アメシスのポケット、はい、で、この機も2つ目たんで、10ですね。はい、あー、じゃあもう、はい、で、アタック、とりあえずアタック10点ですね。はい、はい、10点で、ターン終了で、はい、ターンをもらって、はい、はい、で、アップキープ、ここはもう偶数で食らったとしても、はい、大丈夫です。で、これで、ドローして、はい、
うわぁ1ターン目からサイドからタイムアウトっていう、神がすることなんですかこれは。いや、神だからすることなんですか。はい、1ゲーム目は神宮さんの勝利ということで、はい、すげえもう見せられた感じがする。いやー、危なかったですけどね。これがヴィンテージの洗礼かみたいな。はい、というわけでこちらは最後はこんな感じです。まあご料理のアーティファクトデッキなので、まあ、それの対策と、まあ何でもとりあえずは熟できるこのカードで入れたいと思います。はい、で抜くカードこちらですね。まあとりあえず一番のカードはあんま入ってなさそうということで、これを抜いて、まあ、こっちもこれもそんなに。まあこっちの方がマナーが伸びにくいので使いづらいっていうのと、あとはコーバリスタでこちらは死んでしすぐに死んでしまうため、まあ、減らします。入れるカードなんですが、一応、モダンホライゾンの方から、入りました例のアウフですね。あのクリーチャーを動かせるカードがかなり少ないので、サイドボードからこの1個、あと単純にクリーチャーデッキに対して非常に強いということで、まあ、この1個を入れます。で、抜くカードなんですが、私のデッキの場合は、カーンがある関係でサイドボードにアクセスできるという都合があるので、数枚メインから抜いても問題ないカードをサイドボードに落とします。で、アナリストのトゲに関しては、相手が基本クリーチャーデッキですので、あまり、まあ、影響がないということで、このカードはサイドを落とします。はい、じゃあ先行もらいまーす、はい、でもさっきはもうめちゃくちゃにされたので、めちゃくちゃにされそうですね。したいな。はい、先手が有利します。なるですが、とりあえずは、まあ、このカードがもう相手にガッガン刺さりするので、なのでこのカードが、まあ、あるのでギフトで、まあちょっと、まあ、こういうこのカードあるんですけど、まあ、ちょっと初手から行くのは結構危ないかなという感じなんですけど、まあ、様子見てから一体仕掛けていきたいかなと思いますということで、こういう感じでいきます。はい、土地がありません、ノータイムマリアンです。とりあえずマナーがある確保できていて、そこから、まあ、マナブーストもできます。でそこから1ターン目はこちらを展開するのか、こちらをでブーストした後のこちらを見るのか、まあ、そこはちょっと考えてからって感じになります。はい、決め、はい、じゃ先生、これはどうしよう、これはボタンで、はい、じゃあお願いします。はい、はい、じゃあゲーム会にセットして終了です。はい、お楽しいですね。とりあえず、はい、今の大地は、はい、ここで部分展開が怖いので、今なマジストメンバー、おもうプレイヤー切りません、はい、切ってください。19ですか、大丈夫ですか。はい、データ公開したい。ナフラは出させればいいと思うので、ここは最初の声を指定したいと思います。はい、了解です。でこちらはターン終了です。はい、はっ、なんとで、無理、あ、裏切りましたね。はい、わかりました。で、ビッグガイドからエナジーグラフ、はい、はい、まあこのサイドのアーティファクトデッキに保管させるというか、これはまずいですね。アップキープに2マナ払わないと、まあ、各アーティファクト2マナ払わないと、それを減下げなければいけないという、はい、そうですね、はい、そうですね、じゃあおしまいです。はい、アップキープということで、はい、とりあえず2マナ払います。はい、で、残すのはボックスを残します。じゃあ、この流れが、はい、いけねえと、で、ドロー入ります。はい、こっちバンバン悪気が悪気があるんですかね。正直厳しいんですよね。はい、こちらこれで終了です。はい、そしてドローします。はい、プレイザーとして、はい、野田キとします。あー、裏めったそしたら、アクシューズだと、はい、おかしいと、カメラの人ですね。はい、はい、で、
ってしまう。こう、タイムバーです。しょうがないですね。はい。はい、じゃあ、追加さんもらいます。はい、どうぞ。お、うん、もうバザーとかいらんみたいな。あれを引いてしまったのかな。バザーとかいらんみたいな判断でしまった。じゃあ、クマンナ持ってきて、はい、はい、カットします。まあ、普通に、ウルトラ出して、はい、で、カット出します。わかりました。シューズタが帰ってきます。はい、で、戦闘で4点。はい、じゃあ16ですね。はい、で、おしまいです。はい、では、頑張ります。アップがいるんで、こんなもの。これがね、モダンホライゾンの新カード。やばいですね、カードは。殴れるっていうのが静寂ということで。では、どうぞ。ここはこれで終了ですね。はい、ちゃんとアップします。で、これ。はい。戦闘入って、アップします。で、何点？はい、で、それ、なければ、9点ですね。3-3にして、はい、9点で。はい、残りが7ですか。はい、はい、で、おしまいです。はい、で、終わります。これはちょっと遅いですね。パンチングです。はい、お願いします。で、どうぞ。で、先頭でアタックします。はい、ないですもうこれが、本当これがよろしくないですねじゃあ、ダメですね。はい、はい、お願いします。十分なマナー制限と、まあ、マナーアップファクトもしっかりあります。で、その先のカードもあるので、これはキープでいきたいと思います。はい、じゃあ、まあ、このパッケージと、まあ、対策カードもあるという感じであるので、キープしたいと思います。はい、はい、じゃあ、お願いします。はい、と、あれですね、ワークショップかな。ワークショップかな。はい、マックスパーク。はい、かなりの周りの予感が、まあ、なかなかお強いハンドルかなと思います。はい、7グルーノス。はい、で、1番抜きます。はい、ここの先は、おお、はい、で、このターンここまでですね。はい、ちょっと押します。いやー、ただピンチただその先がちょっと甘いかな。まあ、ちょっと最初から動いてもかなり損しかないので、とりあえずは一応行っておしまいです。はい、リアルタイムいきます。で、この9バーの位置は陣を置きます。はい、後期ある1番を置きます。3-7で透明ガネ。おー、透明ガネ、透明ガネ、まず違いますね。はい、感覚なんですがどこが許されなかった。ノブも許されないんですけど、ちょっと嫌なカードが似合いますね。まあ、ここはバグダップをしてるのが、はい、はい、では、どうぞ。はい、じゃあ、たまります。はい、ボタンは出ないため、じゃあ、一応いってしまいます。はい、では、いただきます。ドローを入ります。はい、しておきましょう。すごい間で。そうですね。87出るのかな。7。はい。3ですね。了解です。でかい。でかいんですが、バグが見えてるんで殺せないんですよね。はい。はい。どうぞ。よろしくお願いします。で、出ています。はい。で、はい、今追加するから押して、はい、はい、じゃあそのままで、はい、これでアーティファクトがね、目穴合ってしまいます。バリスタはいますが、まあ一応サイズがでかいんで、まあかろうじて殴れはしますが、はい、おしまいです。はい、では穴をいただきます。よいしょ。どうです。とりあえずバリスタで、はい、じゃあ3点から、18から15ですね。はい、はい、で、これぐらいの順番でいきます。はい、からの、いや、特にそんなないんですよはい、わかりです。じゃあ次の
あえずマナが欲しいなっていうだけですね。はい、まだマナが、まだマナが欲しい。自然の要求を、米が、米が入れたい。そうですね。はい。で、バザーとして了解です。いきます。か。はい。2枚戻して、3枚捨てます。はい。3枚捨てます。了解しました。はい、です。マットネスで入れてきます。あ、1枚しか出てないか。1枚だけですね。1枚し、抵抗の本気があるので1枚する、1枚だけ出ます、はい、忘れでした。で、これは6マナ原因されてるので、わかりました。お出しします。で、戦闘で2点獲得します。はい、マナで、お、ここで、あこれ一応マナは使えるようになるんで、めぐる20、はい、はい、やられてしまった。これは殺戮が、いや、始まるか。まだ、まだね。そうでもないんですね。はい、ルミノイズが寝てるんで、まあ、そんなにマナも増えないですし、まあ、ルトラ君ぐらいかしら。はい、ルトラ君ですね。はい、なるほど、これは良いですね、これも。なのでそれはいおっと、これでマリスタはでかくできますね。4までいきますね。はい、終了です。はい、終了します。ドロー、セッターして、さて、いいか。じゃあそのままで7分2体目出します。あっと、はい、ちょっと考えますね。そうですね。それはさすがに辛いっすね。ここはサイズを1回上げましょう、はい、で、4にして5ワンプ出たいですからね、はい、じゃあとりあえず出します。はい、はい、じゃあ出します。待って、うん、まだ楽しいですね。はい、じゃあ16、はい、16対15で、ターンシュールです。はい、ターンシュールです。施設がたくさん入ってるとちょっと危ないが、そんなには入ってないんで。そうです、うん、終了ですね。はい、じゃあタップします。で、そのままにして、ここは、ヌグヘラを置きます。うん、で、センターでタップします。で、スコンビで5号です。そうですね、5号ですね。なんか、さすがに押しましょう。はい、11、はい、で、おしまいです。はい、メーターもらいます。はい、はい、お前な、強いんだけどここじゃねえんだよ。ここで引いてきた、あの、小物で、はい、復習図でキャストします。あー、すげー、はい、わかりました。まあ、こうやって、優勝いただくします。まあ、しょうがないです。スタの方で出すから、ね、はい、優勝取りましょう。で、じゃあ4点で、はい、出しまいです。はい、はい、して、お願いします。まあ、ここは、はい、ウーパンですかね。ウーパンで、はい、あの、落ちてしまう。そうですね、はい、で、はい、はい、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、ヴィンテージからお送りいたしました。どうでしたでしょうか。いや、いや、ちょっとアウトがハマりすぎて。そうですね、やっぱり良くないかもですね。緑で生きてるクリーチャーで、そうですね、あの能力がちょっと良くないですね。アウフによって、そう、復讐とか帰ってきちゃうっていうのは、軽いのもダメです。なぜか同じコストっていうね、石の弱性じゃなくと、今のっていうことで、まあ、ちょっと さっきは見せられなかったんですけど、まあ、適者生存っていうカードがありまして、まあ、これも、こういうバザーとか復讐歌を捨てて、で、ルートアラでマットネスしつつ、サーチしてきて、で、最終的に、おね、フォローバンを出すことによって、まあ、墓地からツタが戻ってくるという感じでした。まあ、ちょっと、対戦ではお見せはあまりできなかったんですけども、まあ、とりあえずその、かなり、アンチパク是非というか、まあ、そうですね、まあ、1本目だいぶ、ぶん回りしてその反動が来たような感じなんか、MAD を、なんか、新しいカードを使って進化させたような感じができるんですよね。そうですね、はい、最近結構 MO でも流行って、まあ、MO で流行ってるのは、もうちょっとクリーチャー少ないタイプなんですけど、
ただちょっと次の環境サバイバルとかもだいぶ増えそうな感じなんで、はい、アーチファクトに頼らない形にしないとちょっと生き残れないなって正直。マーチファクトが強い環境だからこそ、なんか対策カードめちゃくちゃ強いみたいなありますね。はい、まあ、ヴィンテージは本当にもうどうしようもないわカードが。はい、というわけで、今回コンバット以上になります。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。